申し訳ございませんが、はい、どうしました？ちょっと道を聞きたいんですけどもね。あ、いいですよ。はい、よく聞いてくださいね。はい、道。 ありがとうございました。そうじゃねえよお前、そうじゃねえよ。はい、三丁目の田中さんとこ行く道が聞きたいんですけどね。あ、かしこまりました。はい、よく聞いてくださいね。はい、三丁目の田中さんとこ行く道。そういう意味じゃなくてですね、はいはい、道を聞き教えてほしいんですよ。あ、いいですよ、はい、道をね、はい、侵入にですね、はい、こう首って書いてこれで道、あと道と思うんですよ。道、道、これ間違いない。そうじゃなくて、はい、ね、三丁目の田中さんとこ行く道を教えてほしいんですよ。いいですよ、いいですか。はいはい、3はですね、もう数字の3ですね。はい、で、超がね、これ難しい。おじいちゃん、アルファベットしてます。T ってあるじゃないですか。T 似たような感じなんで、こうピッて跳ねるんですよ。あ、跳ねるんですね。あと、超、目。目はもう普通の目ですよ。目って書いて。三丁目。ラチアカネなおめやな。なんだよ、まったくよ。すいません。はい、道を聞きたいんですけどね。道。どうしたの？お金拾ったの。拾ったの？うん。で、届けきたの？うん。偉いね。どれ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 。はい。これだけ？うん。ああ、そう。うん。はい、ありがとう。はい、ありがとう。1円はお金じゃないの？んなことないよ。どうして？ん？何？ 1 円拾ったんでしょ？うん。はい、ありがとうね。うん。ありがとう。まだ何かあんのかな。うん。何？いろいろ聞かないの？でもほら、1円でしょ。うん。1円はお金じゃないの？いや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 、聞きましょう聞きましょう聞きましょう。はいはいはい、はい、うん。どこで拾ったのかな。あそこの公園。あそこの公園でね。うん。はいはい、ありがとう。公園で拾いました、1円。はいはい、ありがとう。もう終わり？もう聞かないの？はい、じゃあ来ましょう来ましょう。公園のどこで拾ったのかな。公園のね、うん、ブランコがあるんだけどね。ブランコ、ね、ブランコ4つあるの、うん、そのね、一番右のブランコの下に置いてあったの。公園のブランコの4つある一番右の下ね、下に置いてあったの。右の下ね、右の下に置いてあったの。はい、はい、ありがとう。はい、どうも。まだ何かあんのかな。もう聞かないの。何を聞くの、あと1円だから適当なの？いや、適当じゃないよ、じゃないよ、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 うん、だってね、うん、お父さんが言ってたんだけどね、うん、1円ね、拾ったでしょ、うん、落とし物を拾ったらね、うん、1割もらえるんだって。そうだよ、うん、だからね、1円の1割っていくら？多分ね、うん、来ないと思うよ。どうして？ね、じゃあすっこしよう。もし来たら、うん、この1円玉をお嬢ちゃんにご褒美であげましょうね。本当？はい、やった。はい、ありがとう。まだ何かあんのかな。住所とかは聞かないの？なんで？半年ね、見つかんなかったらね、その人のものになるんだって。そうそうそう。でね、その時に住所分かんなかったらおまわりさん困っちゃうでしょ。そうね、これ半年落としたが来なかったら、うん、これはお嬢ちゃんのもんだからね。うん、住所聞きましょうかね。そう、ね、住所聞くの。うん、名前はなんていうのかな。岡部。岡部。うん、岡部の岡は岡部の岡でいいのかな。うん、岡部の岡に。部は岡部の部でいいね。岡部の部に。名前は？ひろこ。ひろこはどういう字書くのかな。ひろこのひろに。ひろこのひろに。子供の子。子供の子ね。うん、はい。住所は？あ、住所、こうちょっと書いて。はい。書けるかな、自分で。ここでいいの？うん、そこの名前の下に書いて。はい、できたよ。はい。おー、あきる野市に住んでんだ。うん、いくつかな、お嬢ちゃんは。10歳。10歳ね。うん。はい、岡部ひろこちゃん、10歳は、うん、公園の、うん、ブランコの一番右の下で、この1円玉を、はい、お拾
拾いました。拾いましたね、うん、で半年経ってこなかったら、うん、これはお嬢ちゃんのもんですからね。はい、はい、ありがとう。ありがとうございました。はい、はい、ご苦労様。バイバーイ。はい、ご苦労様でした。はい、一円玉出ました。ここに。あのね、おまわりさん、今度は何かな。あそこの公園のブランコの下で一円玉落としたんですけど。おめえじゃねえか、これ一円玉持ってけよ。俺持ってけよ。俺持ってけよ。暇だったんだもん。暇通し行くんじゃねえよ。これ